なんで町子来なかったの？子供が風邪ひいたとか。少人数で会うのはやめとくって言ってて。なんでなんで？まこちゃんのことがまだ好きなんだって。え？嫁と元カノの旦那と子供が偶然事故で死んだりしないですかね。なんで？もしそうなったら誰も傷つかずに町子と一緒になれるなって思って。確かめたいことがあるんです。何を？なんか私に隠してるでしょ。似たり何人だけどさ。なんでそんなこと分かれたの？やらないとダメ。マジであの子のことを気にしてんの？なんで？卒業って一体何を卒業するんだろう。ごめんなさい。